あなたにふさわしいの監督の、宝と言います。あなたにふさわしいなんですけれども、まあ、結構出てくる登場人物がみんな自由気ままというか本当に自分の意思で動いている人たちがいっぱい出てくるんですけど、まあ彼らの行動とか判断とかを見守るような映画になっていると思いますので、そういったところを見て、まあ、楽しんでいただければと思っています。よろしくお願いします。まあ、元々バカンス映画みたいなものを、作りたいと前々から思ってたんですね。で、まあ、どこかの場所に何人かで行ってなんかいざこざがあるというか、でそういったものを作りたいなとは思ってたんですけども、それを作っていく上で、まあ、僕の学校の先輩になるんですけど高橋さんという脚本家の方と、相談してお話をして、まあ、脚本を書いていただいていろいろやり取りをして、作り始めたっていうのが、最初ですね。そうですね、最初まあ大体やりたいことはなんとなく共通であったので、まあ、最初のそういうところはある程度決まってたのかなと思います。でまあその情報をもとに一回脚本を上げていただいたんですけど、まあ、そこから直していくっていう感じですね。ああそれ結構もう多分夫婦だとかそういう設定は脚本から入ってると思うんですけど、何人かで行くみたいのは、まあ、ある程度最初からあったのかなと思いますね。僕に関して言うと特にその誰かに取材をするとかは、あんまりしてないですね。ただそういう、まあ、いろんな夫婦関連とかの、まあ、いざこざというか、まあ、いろんなトラブルとか問題とか、まあ、いいことも悪いこともですけど、そういうことはまあ割と周りからお話を聞くこともあったし、まあ、そういうのも耳に入ることもあったので、そういったのを、何でしょう、情報として参考にしているところは僕の中ではあると思いますね。全員が全員そうではないと思うんですけど、なんかそういうのはピックアップされやすい感じはちょっとすごいしてるなっていうのはありますね。で、どうしても別に夫婦じゃなくても、もう人と人の問題ってところがやっぱりもう根本だとは思うので、まあ別にそれは友人関係でも夫婦でも何でもいいんですけど、パートナーでも、まあそういった問題は絶対つきまとうのかなとは僕は思ってます。ああでも群像劇をやるやらないっていうのはあんまり考えてなかったですね。作っていくうちに、まあ、形になってるっていうのはありますね。そうですね、むしろ脚本をやり取りしている時にだんだんなんかやっぱ群像劇っぽくなってきてるところがあって、この人のなんかウェイトというか、なんかこの人の姿があんまり見えないからもうちょっと膨らました方がいいんじゃないかとか、そういうやり取りをしたと思いますね。ああそうですね、ただ、セリフに関してはほぼ変わっていないです。まあもちろんそのお芝居をしてどっかのワードが抜け取ってやるとかそういうのはあるんですけど、流れとしては、結構まんまですね。ただ人の動きとかはまあ、カットしたシーンもあるんで、脚本と完成品だとちょっと違うと思いますね。そうですね、愛がなんだはもちろん見てますし、まあ、本算数は割と好きで結構見てるんで、まあ、感じというかなんかちょっとあの空気感っていうのは、まあ、好きですね。であれは多分作るのがものすごい大変なんだろうなっていうのはやっぱ思いますね。あれはタイトル仮でもともとついてました。であれまあ
まあ、僕の中ではずっと仮だったんですよね。で、準備を始めて撮影に入るまでで結構いろんな候補を僕の中ではメモとかして出したんですけど、まあどれもしっくりこなかったっていうのが一番だったんですよね。でそのまま撮影に入ってしまって、撮影を終えて編集をして、まあ大体1回編集を組んだあたりくらいから、まあこのタイトルでこの映画にはいいんじゃないかと思い始めて、それ別にあのこういう理由があってこうでこうだから絶対このタイトルだっていう感じではなくて、まあなんかあのタイトルが映画に馴染んだというかそういう印象があって、僕の中ではそのあたりから今のタイトルでいこうっていう気持ちになりましたね。ちょっとあのお互い言葉な感じがするんですけど、まあ意外とそう見えてるだけで割と脆いというか、そんな頑丈な言葉じゃないんじゃないかっていう印象をちょっと受けたところありますね。わからないんですけど、やっぱりなんか自分の範疇だけで考えられないことって多いんだなっていう感じがすごいしてますかね。やっぱりどうしても完璧に理解はできないので、なんかどういう自分から見たらそのすごい例えばありえない行動とかも、まあその人にとってはまあもしかしたらありえる、まあ突飛かもしれないですけどありえる行動だったりするんですけど、そういうところをなんかあのなんかもうちょっと理解できるようにというか、知れたらいいなってのは思いましたね。そうですね、まあ都会に住んでる人がそのそういう場所に行くっていうのは、まあ最初から決まってもう脚本の段階で決まってるんですけど、まあ軽井沢にする理由は特に最初なかったですね。まあ本当はまあ もっとあの東京から近い町だったりとか、まあいろんな条件とかもあるので探してたんですけど、まあやっぱりその建物的にあのちょうどいいところが軽井沢で見つかったのと、その町のその景観が撮りやすいっていうのがあって、軽井沢で撮影するということになったっていう経緯がありますね。結構探しましたね。何個かやっぱり探して、やっぱりどうしても撮影するので狭いとちょっと厳しいんですよね。であのうちだとあの吹き抜けになっててやっぱり結構高さがあるのと、あの外光がしっかり入るので、まあ、撮影しやすいってのがあって、見つけたお家ですかね。この映画の撮影直前にドラマを放送していて、で毎週やってたんで、まあ、一応見てますね。まあ面白かったんで、別にあのすごい参考にしようとかそういうことは特にはなかったと思うんですけど、なんかモチベーションになった気はしますね。こういうことをやってるドラマが目の前でやってて、まあ僕らもちょっと違うんですけど同じような場所で撮影するっていうことで、なんかあの不安がちょっと少なくなるというか、なんでしょうね、そういう親近感が湧くというか、そういうところはありましたね。なんかあの編集で僕はいくつか作って、なんか今だと完成品は最後なんか笑って終わるみたいな感じなんですよね。であれを笑わないでその前で、編集が終わっ、まあ、本編が終わるっていうバージョンとかも一応作ってみたりはしてるんですよね。ただなんかなんでしょう、 なんかあのあそこで多分あのだんまりしたまま終わるのが多分僕の好みの映画としては多いと思うんですよ。ただなんか何もなんか救われない感じがして、なんか少しでも
ちょっとあの二人のなんか日常っぽいとかそのなんでしょうね、会話じゃなくて何か反応で終わりたいっていうのどうしてもあったんですよね。それで笑い始めるみたいな感じで、編集が固まったっていうところありますね。キャスティングに関して言うと、ミキ役の山本さんに関しては、僕は何人か候補の方を僕の中では立ててて、で周りにもちょっといろいろいい人いないかっていう相談を、してたんですけれども、まあ、最終的にやっぱ声が一番僕はいいと、山本さんの声が魅力的で、それはなぜかというと少し耳で聞いた時に残るというか引っかかるような声だと僕は思っていて、ミキの役としてもそんなに自分のことをガンガン人まで喋るタイプじゃないんですよね、キャラ的に。なのでちょっと言ってることを、まあ、特に途中手紙を読むみたいなナレーションのシーンもあるんですけど、なるべくなんか耳に残るような声が僕はいいと思っていてキャスティングしています。で、その夫役の橋本さん、吉典さんですねは、もうなんか雰囲気ってなんかどしっと信念が強そうな感じで、まあ、ちょっとなんでしょう、柔らかい感じもありつつ、その場にいてなんか存在感があるっていう見た目の印象と雰囲気があって、橋本さんにお願いしています。あとは島さんですね、高子役の島さんに関して言うと、まあ高子っぽいなっていうのが僕の中ではあって、なんでしょう、ちょっとキリッとしてるというか、そういう第一印象で、お願いしました。まあ、もともと出演されている作品も見たことがあったのでお願いしたというのがあります。あと、みつる役の中村さんに関して言うと、まあ、僕はもともとお芝居してるの見たことあったんですけど、その吉典役の橋本さんから、脚本を読んだ時にいいんじゃないかっていうご提案を受けて、で僕も見たことあったので、相談してお願いすることになりました。で野鳥の写真を撮ってる森の中にいる、方が楓さん、楓さんという方なんですけど、楓さんにお願いしたのは、あれはそこの事務所の方から結構候補を相談した時に候補を出していただいて、こういう方々どうですかって言われた中に楓さんがいたんですよね。でちょっと他の男性2人とは違う方向にやっぱり持ってきたくて、それで楓さんの舞台、出演されている舞台を、拝見させていただいて、オファーしました。撮影前に東京で、何回か集まって、まあ、ほぼ読み合わせなんですけど、読み合わせと相談、まあ、話し合いと衣装合わせとかやってます。で撮影中も別荘になっている建物にみんなで泊まってたので、まあでもなんかほぼ、まあ、そこに住んで生活という合宿みたいな感じなので、そういった意味では結構馴染むのが早かったっていう感じはしますね。滞在期間どれぐらい？8日間ですね。8日間、あとまあ実刑日があるんで足して1日9なんですけど、まあほぼ8日ですね。あそうですね、なんかすぐやっぱその場所でリハーサルできるし、まあどうやればいいかとかも僕らも一緒にその場で考えられるんで、そういう時間はすごく今回の映画を作る上ではまあいい時間だったなと思いますね。逆に役者さんからなんか提案とかを受けたりして、どっちかっていうと今回割となんか一回やってもらってやめてほしいとことか、ここはなくていいってところを言うってパターンが多かったと思うんですよね。なのでもう最初にやってもらった時点でそれがもうほぼ提案みたいな感じなので、そこから、調整していくっていう感じになっていると思います。なるべくその役者の人が芝居したり動いてるところに
カメラマンがついてって撮影するっていうのを一連で撮って編集してますね。なんであのまあほぼそのあって、シーンの頭から後ろまでを、通して撮ってるんで、まあ、そういったところで今の雰囲気っていうのができてるのかなと思いますね。もう反応は全然あの日本の上映とはやっぱ違うんで、まあ割と反応ダイレクトではあるんですけれども、すごく印象的だったのが、なんか終わった後に話しかけられて、私だったらこうやって直すみたいな意見をもらうことがあって、あ、なるほど、なんかそういう捉え方もしてくれるんだなっていうのが僕はすごいなんか面白かったんですよね。でも本当にそのやっぱりどう見られるかっていうのがすごい僕は気になってて、どういったことを言ってもらえるのかっていうのがやっぱり一番だと思うので、まあ、さっき言った方みたいに私だったらこうするわみたいな意見とかですね、そういうのをなんか僕としては結構とても面白かったので、そうですね、あ、本当にでもタマーの映画、タマニューウェーブスのタマの映画祭は本当にすごくあの作品を大事に扱ってくれる映画祭だと僕は個人的に思っていて、だからそこに入選したのは僕はすごい良かったなと思っています。ですごいあのいろんな感想をまとめてくれて、あの映画に対するあの見た方のそういうのをちゃんと送ってくれたりして、そういったところもすごくありがたかったですし、まああのもちろんいろいろ交流もできるので、良かったなとは思いますね。この映画のロケマップを作ってみたいっていう感想があって、ロケマップっていうかあのこのこれがどんなエリアとか街なのかっていうのを想像しながら見ましたみたいな感想をいただいて、それがちょっと面白いなと思いましたね。本当に家がここにあって、その森まではどれくらい距離があって、あのなんかエンカウントする橋はどの辺であるみたいなものを想像して、書いてみたいみたいなこと言ったのが、そういう意見があって、なんかすごい全然僕そんなこと思ってなかったので面白かったですね。まあでも本当にもう映さない映らないけど映画をやっぱ見たいっていうのがすごいなんか何でしょう、何とも言えない感じでやっぱ進んでて、でもやっぱりまあ映画が必要な方もいますし、何でしょうね、なんかあのまあこういう状況ではあるんですけど、やっぱり映画をかけられるってことは僕はすごい、まあかけられてすごい嬉しいってのがあって、本当になんか僕もやっぱり準備をしていて、そのどうなるか分かんないっていう、まあ、不安感はもうどうしてもあったので、で多分そのやっぱり今後のその映画館の感じとかも多分ある程度とかちょっとは変わるかもしれないんですけど、そういうところにまあ期待を持ってというか希望を持ってというか、そういった気持ちで今のところ準備をしています。まあ、一番はもともと6月12日になってて、とりあえずもう様子を見ましょうってことでずっと続いてたんですよね。で、まあ、確かにそのお客さん見てくれる方がいるかいないかっていうのはとっても何とも言えない状況ではあるんですけど、まあ、やっぱり映画館が開くんだったら書ける作品がないとやっぱり成り立たないっていうのがどうしてもあると思いますし、まあ本当に僕らとしてもその映画でやっぱり映画館を応援したいっていう気持ちもあるので、本当にまあなるべく待ってみて、ちょっとその時の世の中の状況にあれなるべく合わせて、なるべくまあ世の中というか映画館の状況に合わせて上映できればいいなという考えではいましたね。
特に何も決まってはいないんですけども、なんかこの映画とかで言うと、あんまり自分にしろ、まあ自分らのその実体験みたいのがいっぱい入ってるわけではないんですよね。で、まあこういうのをやれたので、まあなんか自分の実体験じゃないですけど、そういう経験から一本作りたいなってのは漠然と思ってますね。